今回は Google Pixel 2024年7月のアップデートと Google システムアップデートによる Google Play Store の機能強化についてです。まずは Google Pixel アップデートからということで、今回のアップデート内容はこんな感じです。主に安定性の改善という内容、ユーザーインターフェースでは特定の状況でジェスチャーナビゲーションが動作しない問題を修正となっていますが、私が使用している Pixel 7ではアップデート後からジェスチャーナビゲーションを操作しているとホーム画面がこんな感じになることがあります。今までにはなかった症状だったので、なんとなく不安定になったような気がしています。皆さんはどうですか？次はセキュリティアップデートについて。今回のセキュリティアップデートでは Android のセキュリティに関する脆弱性として重大度クリティカル2件を含む29件が修正、また Google Pixel では重大度中4件の脆弱性が修正されています。最も重大度の高いものはフレームワークコンポーネントで発見された重大なセキュリティの脆弱性です。これにより追加の実行権限がなくてもローカルで権限が昇格される恐れがありますというもの、機密データの流出やマルウェアのインストールなどのリスクがあるようです。この脆弱性は Android 12、12L に関する問題のようです。個人的にはあまり見なくなったバージョンの Android OS ですが、格安のタブレット端末などでは結構搭載されているようなので注意してください。他にも多くの修正が行われているので、アップデートが可能になったら早めに更新を行いましょう。次は Google Play Store の機能強化についてです。今回このアップデートで私が気になったのはこの一文、 Google Play Protect によるインストール時保護で新しいアプリに対して完全な脅威分析を実行できるようになりましたというもの。 Z スケーラースケットラボ Z が2024年5月に公開した記事では、過去数ヶ月に Google Play Store にアップロードされた90を超える悪意のあるアプリケーションを特定し分析しました。これらのマルウェアに感染したアプリケーションは合計で550万回以上インストールされています。この高度なマルウェアはユーザーには無害に見えるドロッパーアプリケーションを使用し、ユーザーを騙して悪意のあるペイロードを知らないうちにインストールさせます。インストールされると世界中の金融アプリケーションから機密の銀行認証情報や金融情報を盗み出しますとして注意喚起を行っています。悪意のあるアプリケーションの種類は多岐にわたりますが、そのうち約 40% はツールのカテゴリーにあるアプリケーションだったとしています。その中でも重要なポイントとして、攻撃者は PDF リーダーや QR コードリーダー、ファイルマネージャー、翻訳ツール等のおとりアプリケーションを正規のアプリケーションを装って Google Play Store から Android マルウェアを展開させている。また攻撃者はおとりアプリケーションを安心して使えるものだと信じ込ませるためにインストール数を増やすキャンペーンを行っているとしています。どのアプリにするか迷った時、結構インストール数や評価はどうかということを判断材料にしますよね。ですがインストール数が多いアプリであってもそれが本物とは限らないので注意してください。そもそも Google Play Store は Apple の App Store よりアプリケーションの審査が甘すぎるんじゃないかと以前から問題になっていましたよね。審査する方もなかなか難しいと思いますが、やばいアプリは排除してほしいですよね。ユーザー側で対策できることとしては、アップデートを行い Google Play Store を最新のものに更新し、 Google Play Protect を有効にする、アプリをインストールする際には誰が開発者なのかを確認し、疑わしい場合はインストールしないこと、アプリのアイコンの横に Google LLC などと小さく書いてあるので要チェックです。特にツールの項目にある PDF リーダー、QR コードリーダー等のアプリには注意が必要とのことです。できるだけ公式またはスマートフォンメーカー純正のアプリを使用した方が安心だと思います。私は最近知ったのですが、純正のカメラアプリでも QR コードを読み取ることができるんですね。私は速攻でよくわからない QR コードリーダーを消しました。
皆さんも使用しているスマートフォンの純正カメラアプリの設定をチェックしてみてくださいね。必要以上の権限をアプリに許可しない、このアプリの機能にこの情報必要かというものが結構あります。例えばの話ですが、懐中電灯のアプリなのに個人情報や連絡先、音声、写真などやたらと許可を求めてくるアプリは避けた方がいいかもしれません。ただデータは収集されませんとなっているから安全だとは言えないので難しいですね。2024年7月1日のアップデートで Google Play Store のバージョンは V41.7、 7月8日時点ではバージョン V41.8 となっています。動画作成時、私の端末では Google Play システムアップデートの日付が2024年6月1日で、新しいバージョンの V41.8 ではないようでした。たまに確認すると再起動して適用的な案内が出る時があるので、皆さんも時々チェックしてみてください。アップデートの確認方法は設定にあるセキュリティとプライバシーから Google Play システムアップデートに進み、アップデートの確認を押します。必要に応じて再起動を実行してください。 Google Play Store の詳細なバージョンは Play Store アプリの右上にあるアイコンのマークを押し、設定基本情報から確認することができます。ということで、2024年7月の Google Pixel アップデートについてでした。先日投稿した動画で、最新のシステムアップデートを行ってから Pixel 6シリーズの初期化を行うと Android システムを読み込めません等のエラーメッセージが表示され、分鎮化してしまうという恐怖の不具合が報告されていると話していました。これに対して Google Pixel サポートチームは、この分鎮化問題を回避する方法としてシステムアップデート後に再起動を行い、デバイスの電源をオンにして15分間アイドル状態にすることをお勧めします。その後デバイスを出荷時の設定にリセットします。または最新のシステムアップデートを行う前にデバイスを出荷時の設定にリセットする方法もありますと Google Play Help のコミュニティに投稿しました。現時点ではまだ問題は解決していないようなので、 Pixel 6 シリーズを使用されている方はとりあえず初期化を行うのはやめた方が良さそうです。この Google Pixel Help の投稿やアップデート内容の詳細については概要欄に URL を用意しているので、そちらから確認をお願いします。よかったらコメント、チャンネル登録もお願いします。最後までご視聴ありがとうございます。